龍が如くシリーズは人気漫画とのクロスオーバー北斗が如くが今年発売しましたし、過去に剣山や維新といった時代劇、さらに言えばバブル時代を描いたゼロ、ゾンビに襲われたカムロ町のオブジーエンドなど実に様々な龍があります。ファンの間で次はどんな龍が出るのだろうという期待が常にあると思いますが、今回は龍が如くの開発陣に個人的にどんな龍が見てみたいのか聞いてみました。学園ものの龍が如くが見てみたいなと思います。なんか学生時代の桐生とかどう振る舞っていたのかなとか、遥かがどういう風に出てくるのかなっていうのが面白いんじゃないかなと思っています。本当に個人的ではあるんですけど、割と自分がホラー映画とかホラーゲームが好きってこともあって、よりえぐい描写をした龍が如く、それこそ18禁20禁になるぐらいのかなりのえぐい描写にトライをした龍が如くっていうのは個人的にはやってみたいなとずっと思ってはいますね。で、具体的にゲームのジャンルってなるとちょっと思いつかないところではあるんですけど、よりそういうきつい描写と、むしろホラーゲームでもいいかもしれないですけどね、そのぐらいの、何でしょう、ゲームは どこまで踏み込めるのかっていうところを突き詰めたいっていうのは、やっぱり龍初代からやってる人間としてはずっと思ってはいますね。最近ネットフリックスでオリジナルコンテンツとしてリリースされたのはアウトサイダー異邦人っていう、映画があったんですけども、ネット映画が、それはおそらく昭和30年代ぐらいの日本を舞台にして、アメリカ人が日本の極道社会でのし上がっていくまでっていうのを描いた、ヤクザサスペンス的なものだったんですけど、それを見た時に、あ、すごく久しぶりにがっつり龍が作りたいなって思ったんですね。なのでああいうふうな、ちょっとこれまでの龍とは少し時代を変えたりとか、中心になる街を変えたりして、でなおかつそのあくまでもその極道社会からの外から飛び込んでったアウトサイダー、異邦人として、その極道社会の中でいろいろと苦難に飲み込まれたりとか活躍したりとかっていう風な、新たな主人公のドラマっていうのは、ちょっとまた龍が如くの名前を冠するかどうかを置いておいて作ってみたら面白いんじゃないか、作ってみたいなっていう風に思いました。僕はですね、実はもうこういう龍が見てみたいを実は今作ってるので、新龍が如くプロジェクトでやってるに近いんですよ。なので、もうすでに世の中に発表しちゃってる、その春日一番っていうね、新しい主人公の、お話だし、そういうゲームなんですけれど、多分こうなんでしょうね、今まで通りのものが、みんな作ってるのかなと思うと、そういうふうに普通に作る気も僕にはないので今自分が一番作りたいと思ってるものを思いっきりやってるんで、まだ内緒です、言えません。はい、皆さん驚かせるようにいろいろ仕込んでますので、お待ちください。